こんにちは、マセン64K4 です。今回は東京都葛飾区の荒川で友人10人と遊んでいた10代の少年が溺死したことについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2021年の6月27日午後4時45分頃、東京都葛飾区の荒川に人が落ちたと119番通報があったと、駆けつけた救急隊員が水中から10代後半とみられる少年を発見したが、搬送先の病院で死亡が確認されたということで、警視庁葛飾署が少年の身元や詳しい原因を調べているということで、少年は当時荒川の河川敷で10人ほどの友人と遊んでいたということです。でですね、客観的な意見としては、昨日の報道では数人だったのに10人になっている。単なる事故じゃないのでは。情報が少ないといじめとか落とされたとか頭に浮かんでしまうといった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、まあ川の事故多いなっていうところと、あと、情報少なすぎるかなってっていうところですね。まあもうちょっと情報があり次第また動画として出していきたいと思うんですけど、10人遊んでて、で1人だけ落ちて、その1人が溺死、なんとも事故だけでまだくくるところではないなっていうところかな。まあその少年がどういった環境にあったとか、まあそういったとこもうちょっと詰めて調べる必要があるかなと思いました。はい、ということで今回は東京都葛飾区の荒川で友人10人と遊んでいた10代の少年が溺死したことについてお話ししてきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。